はい、回転です。だいぶね、久しぶりになってしまいました。もう1年以上経った感じですかね。配信、動画アップ等、全然やってなかったんですけれども、仕事とね、プライベートと、だいぶ落ち着きつつあるので、徐々に配信を開始しようと思っています。で、固まった時間がね、ライブをやるほどの時間がちょっと取れないので、最初は録画でね、始めていこうかなと思っていますが、これはね、ファイナルファンタジー16、ね、発売日で、動画いつアップできるかわかんないんですけど、これがね、発売されるんで、せっかくなんで、ちょっとやっていこうかなと思いまして、進めていきます。はい。一応デモンでちょっとやったんですけどね、進行状況って言っても一番最初の戦闘かな？をちょっとやったぐらいのね、形なので、ちょっとオープニングムービーはね、これちょっとショートカットされちゃうのかな？っていう感じですけど、続きをね、やってくださいっていうところなんで、長いね、オープニングムービー、30分か1時間ぐらいね、あったんですけど、そちらをね、ショートカットする感じになっちゃうのか。これニューゲームでね、やった方がいいんですかね。どうしよう。まあちょっとコンティニューでやっちゃおうかな。一応、はい。早期予約特典ということで、なんか特別なアイテムがあるっていうことで、メインストーリーのチャプター開講以降に受け取ることができる。はい。なんかね、ギルをいっぱい手に入れることができる、なんかアイテムがね、もらえる、あと剣かな？もらえるみたいなんで、ちょっと楽しみですね。一番最初の戦闘、ちょっとデモやってからもね、数日経ってるんで、ちょっと微妙に忘れてるところがあるんですけど、はい、続きをやっていこうかなと。これ、剣の突き方、おかしくない？これ、なんか右肩の後ろについてんのか、真ん中とかじゃなくて。はい。で、何すんだっけっていうのも、ね、早速わかんなくなっていって、ちょっとね、ストーリーがね、まだちょっと頭の中にあんまり入ってないなっていう感じなんで、徐々にね、物語を進めていく上でね、分かってくるところもあるんじゃないかなと思うので、とりあえずね、進んでいこうと。はい。で、今回ね、アクションじゃなくて、今ね、RPG でもね、主流はアクションになっちゃってるんですけど、完全な。そういうね、どうやって操作するんだっけっていう。スキルツリーがね、結構あって、なんか、それが結構面白い感じかな。ステータス、クライムの能力、メインメニュー、ステータス。装備してる。これでもね、見られたっけな？なんか見られなかったような気もしないでもないけど。アビリティの習得や強化ができます。いやー、ちょっとね、久しぶりすぎて配信というか、録画もね、含めてですけど、ちょっとどうやって喋っていいのかもちょっとわかんないんで、ふわふわしてるようなね、感じですけど。デモをやってからちょっと間が空いてしまったから 操作忘れちゃったんですけど、なんで忘れるかっていうとね、いろんなゲームを今ちょこちょこやっていて、時間がない中でもね、ちょっとずつやってると、どんどん同時並行のね、ゲームが多くなっちゃって。ディアブロとかもあるし、出てるし、あと、ストリートファイター6もね、やってますし、他にもね、いくつもやってるので。なんか見たことあるな、これ。モルボル。なんかちょっと聞いた噂によるとね、ちょっとヒットポイントがやばいらしいんだよな。どうすればいい？
ちょっとね、パリみたいのがあるんだよね。やり方を忘れたんだが、ちょっとこれがライジングブレイムってやつか。なんかひるませたで、これがあれか、ファイヤーか。なるほど、四角が攻撃。うわ、臭い息。もうなんか死にかけてんじゃねえかこれ。ハイポーション使ってみようか。守りの葉、葉っぱある。あ、これをちょっとね、避けないとダメだな、臭い息を。っていうか単性っていうかさ、単性じゃないよね、アクションじゃないか。そういえば単性にもできんのか。そういえばこれ、ああ、ちょっとやばい、死にかけてる。どうすればいいんだ。ちょっと遠隔で頑張ってみるか。ちょっと臭い息はちょっと避けてた方がいいね。自然回復あるのかなこれ。ああ、やばい、死ぬ。死ぬと思う、これは。ああ、ちょっと待って。全然勝てなくね、これ。ヒットポイント、やっぱやばいな、これな。あ、ちょっとね、黄色ゲージが減ってきて、黄色ゲージがなくなると、これダウンなんだよね、多分、確か。ダウン。この時にテイクダウンだから、やれよと。トータルダメージ、あ、ちょっと回避ってどうやんだっけ。ん、いや、警戒、はい。あ、吸い込まれてる、これ死んだだろこれ。いやだ、あ、今勝手に動いてるムービーですね。ん、 QTE か。これイベントだな、 QTE だな。時間内に四角ね、四角押すタイミングがもうちょっとなんかあるのかな、ジャストタイミングみたいな。これをやるといい。回避。あとは任した。これでちまちま削っていくしかない。なんか徐々にちょっとずつ回復してるような気もしないでもない。もっと早く走れないんだっけ。ちょっとあまりにも操作がわからなすぎるな。ガイドだっけ。あ、違う、アビリティポイントを触れる、この時に触れるんだ。あれ、戦闘中はできない。はい、コントローラーの操作方法。ん、ああ、召喚獣関係ない、まだ使えない、多分。L1 がロックオン、 R2 がアビリティ長押し、 R1 が回避ね。うん、まあ、あんまりあれだね、挑発とかもあんまり意味なさそうだし。これが回避か。あんまりこう機動力ない回避だな。 R1 が回避、
もう勝手にこうロックオンを外してこうやると、でも攻撃はちゃんとホーミングされてるんだね、こうやってね、ロックオンしなくても。まあした方が 見やすさはあるけど、いやこれ時間かかるな、どうすんのが正解なのかな、近づいた方がいい、なんか死にそうだけど、こうやってさ背中、ああちょっとやばい、死に近づいてるよこれは。あっおね、ちょっとさ攻撃力が弱すぎねえか、うわ死んだえ、ちょっと待って、補充されんのはいいけどさ、ハイポーションが、いやそんなんじゃまかないきれねえぞ、いやーこれ13の悪夢を、悪夢というか思い出すな、雑魚なのにヒットポイント100万超えとかなんかそんな感じじゃなかったですかね、13は結構な大変だったような気がするな、いやーヒットポイントが多い、なんか弱点ないの、お前は弱点ないんか、これを食らっちゃダメなのかな、無知みたいなの、俺を、あとパリか、パリをちょっと使えるようにならないと、パリどうジャスト回避だっけな、パリはジャスト回避、ちょっとやってみようか、あ結構食らわせられてるような気がするが、ちょっと待って、あっ すげえハイポーションが結構配布されてんな、これな、いけるかもしんねえぞこれ、おっなんかダメージの与え方が分かってきてるか、うこれはさどうすればいいの、これはどうすればいいの、何 QT 回避イベントが R1 ね、連打してもいけるぞこれ、体当たりみたいな、これ効く、なんかあんま効いてる感じがしねえな、あちょっと回避しろ、回避よっしゃ、倒れてるとやれ、逃げろ深追いすんな、まあ多分大丈夫だなこれはな、これ効くだろう、ほら指が疲れる系かな、これちょっと指疲れるね、うっこいつ、おっあ食らった、ポーション使ってくれ、ああああ、おっああ、
ほら、もう少しだ。ポーション使っとこう。ムア。お。テイクダウン。いやー、なかなか。お、もう少しだ。へばりついてて勝てる。うーきつかった。げモルボルでこんなに強いのいや何分かかったこれ、やばいはい、いやもうはあはあ言うよこれは。ポーション水か。参りましたね。参ったよ。一番最初のボスでこんな指が疲れるとは。いやー、ちょっと民に被害が出る。そろそろ行きましょう。暗くなったら厄介ですよ。今ここを立てば日暮れ前にはフェニックスゲートに。海外のゲームと日本のゲームの違いはね、これもう主人公が固定化されてるパターンが多いですよね。まあモンハンとか違いますけど、キャラクリエイト、海外のゲームとキャラクリエイトして、でセリフがまあ喋んないとかも多いのかな。まあセリフはセリフで何パターンのボイスが用意されてとか、ホールアウトもそうですけどっていうパターンもあるし、スカイリミみたいに喋んないのもあるし、喋んないというか声が出ないというかね。はい、これなんだっけ。ここに行かなきゃいけないのかな。今ここにいる。現在地がここなんだね。はい、じゃあここに行きますと、フェニックスゲート。まあ、オープンワールドじゃないのかな。ショーが進めば。FF15 とかね、13みたいになんかショーが進めば、すごい広いね、マップに出られるのか。このチョコボっぽい生き物はチョコボなのか。ちょっとかっこよくなってる。はあ。モルボルに一回倒されたけど、うん、15分ぐらいかかったかな、あれ倒すの。教え子なんだっけ。これからがますます楽しみなお方だ。ああ、次は共に飲み明かす。教え子なんだっけ。次は共に飲み明かす。まあちょっと昨今ポリコレみたいなゲームにそういう風潮というか流れがあるので、なかなかね、海外だと、まあなんだろうな、黒人の方とか、まあ有色人種の方がね、そのキャラとして出てくる時も多いですけどね。まあファイナルファンタジーとかはね、なんか白人しか出てこないイメージですよね。そうでもないのかな。そのキャラクター全部紐解いてるわけじゃないからわかんないですけど、だそういうの、こういうキャラクター、まあ白人しか出てこないなっていうのは果たしてどうなんだろうな、受け入れられてるのか海外ではっていうね、ちょっとあれはありますけど。まあファイナルファンタジーはファイナルファンタジーでいいと思いますけどね。こういうゲームだから、こういうゲームがあってもね、いいじゃないかっていう感じで。まあ日本人っぽいキャラクターもまあ歴代いるか。うん、人はクリスタルの加護なしに生きていけぬ。その加護を民に広めるのは、前
の15ではちょっとね、現代風にアレンジされてましたけど、今回はもう本当に中世っぽい感じの雰囲気ですよね。車とかね、前作では出てきた自動車とかトラックとか。今回はそういうのは出てこなさそう。あれ、猫？猫に見えるけど、猫か？右目がちょっと見えづらそうだな。前髪で。お前こそどうした？席にいなかったから。右からの攻撃に弱そうだな。このクライブはちょっと右斜めからの攻撃に弱そう。こっちがね、左側から攻撃し、見えないでしょ視覚がちょっと広いな。モルボル大使の英雄、モルボル大使も疲れたよ。兄さんを慕ってる。一回死んだけど一回死んだらポーションめちゃめちゃもらった。ポーションガブ飲みで勝ったけどポーションガブ飲みでやるんだって誰でも勝てんじゃねえか。みんなが慕うのはお前さ、羨ましいよ。違う、僕じゃない、フェニックスの力を。毎日ネクタイ締めてんのかな、大変だなこの子も。かわいいネクタイフェニックス、この力は兄さんこそふさわしい。召喚獣、召喚獣は呼べんのかな、この子は。フェニックス、髪の毛の色が全然違うけど、兄さん、それぞれに使命が。髪の毛の色ってどうなんだろうな、金髪と黒って。ロザリアではドミナントが太鼓となって国を支えてきた。血がつながってるんですかね、この二人は。そして存亡の危機に立たされるたびに、炎の中から現れたフェニックスが国を救ったという。ドミナントとして国を担っていく、それがお前の使命だ。僕の使命、俺は祝福を授かった。俺の使命はナイトとして次期太后たるお前を守ること。ナイト、何によって決まるんですかね、その。だから辛い時は職種みたいな。俺を頼ればいい。ありがとう兄さん、やっぱり兄さんはすごいね。金髪だからかなあ、どうした。ほら、まずは自分の体を。ちっちゃいのに病気なのか。分かったか。かわいそうだ。そうだね。多分モデルいないですよね、このねキャラクター。なんかその顔のキャプチャーをなんかしてなさそうな感じがするような、表情のキャプチャーをね。あ、これ
犬か。雰囲気はなんか昔のファイナルファンタジーっていう感じがするよな。なんか現代風に結構ね、どん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 なっていく雰囲気がしてたけど、やっぱチョコボかこれ。ちょっとなんだろうな、頭身がスリムになってなんかかっこよくなってるの、チョコボ。お疲れさん、ずいぶん遅かったな。怪しい、怪しいぞこいつ。また行商の奴らがワインでも売りに来たのかと思ったぜ。知り合いか。ほら、油断も、油断すんなよ。何よってお前。こうなることはもう、分かってるだろう。こんな簡単に突破されちゃって大丈夫？ん？ん？なんだそれは。敬礼みたいな。うわあ、鎧かっこいいな。今回、まあ、ファイナルファンタジーって装備をなんか変えて、それが、ビジュアルが変わるっていう感じでもないよな、多分な。変わんのかな？そこまで、デモをじっくりやってないので、そこら辺がちょっとわかんないですね。装備でちょっと見た目が変わるといいんだけどな。ちょっと召喚獣は、楽しみですね。召喚獣圧倒的に強かってほしいんだよな。ちょっと13とかね、結構召喚獣使っても全然敵が倒せないみたいなね、感じありましたので、なんか圧倒的に強い、もう召喚獣使ったら必ず勝つみたいなね。なんかそんなぐらいに圧倒的に強かってほしいんだよな。どうだろう、多分あのモルボルの感じだとな、多分使っても全然倒せなさそうな。敵襲ですが詳細は不明、すでに火の手が回っています。ジョシア様は裏口から脱出を。え、わかりました、行きましょう。ジョシア様こちらへ。聞き分けがいいの。え、今度ジョシアを操作。不死鳥の雛。え、こいつ、あ、魔法がすげえ使えるのかこの子は。ああ、すげえ、何疲れ、ケアルガ、ケア、ケ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 アルガ、これがケアルガなの。うお、ちょっと魔法を打つたびになんか疲れてる感じがあるな。すげえな。敵が入り込んでいるのですか。ええ、かなりの被害が出ているよ。もうすでにこれ仲間になるのかな。仲間になって戦う雰囲気満点だなこれ。ちょ、目立ちすぎるだよその火は。今のは悲鳴です。ここは僕が。ああ。は？火が回ってる。火が回ってる。お下がりください、ジョシア様。眠り大丈夫。おお。おお。でも連発できない。ほら。息が上がってる。なんかくれ。ポーション。ああ、
さっきの宴会のところか、これ。ザンブレグ公国軍。父上を探さないと。父上、どうした？さらわれた？連発ができないね。どれだけ入り込んでるんだ。サンブレクは同盟国なのに。ギル。なぜ？同盟国に襲われた？ん？どっち行けばいいの？上か下か？ここ開かなそう。開く？開くのかな？こっちは？何にもない。暑い。これ暑い。暑くなかった。これは？大丈夫なのかよ。お、まだ暑い。くるくるって矢印が向いてるけど、別に何にも回さなくても大丈夫。あ、ザンブレクリリギオンエア。あ、すぐ死んじゃうから、なんかこの視覚を保そうと思ったの。ちょっと待って、こいつもアビリティ見れる。あ、なんかあんまないな。仲間になんないのかな。ジャーナル、はい。クエストの状況。エルウィンとはお父さんかな。うわあ、え、やられた。うわあ、なんか腹刺された。ああ、治療なら僕が。ケアルが、ケアル、なんの。ん、もう手遅れ。大丈夫、必ず助けます。うわ、頑張れ。そんな時間かかんの、ケア。やべえのが来るぞこれ。なんか、うわ、うわ、ああ、クロナイフか。兄さん、よかった。無事だったか。おい、今治療中だよ。タイラ、その傷は。上司様のおかげで。まだ。もうちょっとケアルしないの。ポーション。将軍。お父さんどこだ。あ、いた。いた。エルウィン。ジョシュア様をよく守った。最高の働きだウェイド。この恩は決して忘れん。もうありがたきお言葉。そのことしてる余裕あんのかお前ら。まだ危険は去ってないぞ。こっちだ、早く裏口へ。主人公補正があるから、主人公がいるから絶対やられないよ。ああ、なんかボス いそう。ボスがいかにも出てきそう。ん、フクロウ、フクロウ、うん、おお、ロザリス。あら、あんなでっかい声で居場所が分かっちゃう。この先の北門に馬を止めてあります。父上はジョシュアを連れて脱出を。そんな、兄さんも一緒に行こう。兄さんも僕のナイトだ。ここで戦うことになってんだよ。違う、そう、ナイトなんじゃないの。俺はお前を守るために
しんがりです、しんがり。生き残った者は北門に集うってやつです。おはよう。お前さっきの魔法の方が俺より絶対強いぞって言って、剣を何十回当てたぐらいの破壊力が。ジョシュがいればモルボルもっと早く倒せた。火でもう一発でしょう。ファイヤーだ、ファイヤー、ファイヤー、同じファイヤーなのか。魔法ってなってたけどな、何の魔法なんだろう。ファイヤーではない。でも明らかに火だったよな。あんなにすげえ魔法あるんだからさ、ずっと強いでしょ。うん、なんだよ、びっくりさせんなよ。なんだよ。何いきなり。そんなことしてる場合じゃないよ。早く逃げないと。っていうか、敵を足止めするから、もう、どっちかというと敵に、もう、敵に見つかりに行くんだな、これな。ほら、絶対あの魔法の方が強いって。いきなり弱くなったじゃん。絶対ジョシュアの方が、だいぶ強いよ。だいぶ強いと思う。インストールしただって、なんかがインストールされた。インストールあれかな、パッチかな。最初にねパッチ当てたんで、デイワンパッチみたいなね当たったはずなんですけど、またなんか来たのかな。ポーションが所持量がん、うえ、ああ、うわあ、ああ、こいつら。いや、いっぱいいんじゃねえかよ。おい、ちょっと戦闘力弱いぞ。一気に片付ける。一気に片付けらんないじゃ、絶対に。魔法兵？あ、ちょっと。こいつらは弱いぞ。まだいるか、魔法兵は。弱い。弱かった、こいつらは。クライブ様、ご無事ですか？かすり傷だな。それより父上と女子が心配だ。先を急ごう。もう追っては大丈夫なのかな。え、何、なんか来たよ。でもおい、ボスだ。おい、キューティー。いや、強いなこいつはな。おい、うわっ、うわっ、やばい。どこだ。うわっ、あっ、避けようと思ったんだけど無理だった。うん、これはちょっと避けるの難しいな。これだ。よし、いやー、だいぶ分が悪いな。こ
これで効果的にいっぱいこうダメージ与えるにはどうすればいいのか。クソ、ああちょっと早い。ちょっと遅い。早いのか早いのか遅いのか、クソむずい。ジャスト回避がむずい。 QT っぽいな。違うか。早ければ早いほどいいのかな。 QT は一気にいけないでしょ。まあでもこれだいぶ減るな。ライジングブレイド、ハイポーション、あー早い。これ避けらんねえな。もうアブモリのなんとか、うわクソ、最後のハイポーション、クソやべえ、これはやばい。お前も攻撃してくれ。休んでんじゃねえぞ休んでんじゃねえぞ。よっしゃ終わったいう前腕がすごい疲れた前腕が疲れた。レベルアップしたぞ。ああいろいろとこうステータスが上がるんだね。勝手に上がるのか。どれかをこう狙ってあげるとかじゃなくて。大怪我、大丈夫だ。やばい、強すぎる敵が。どんな顔してんのか。ちょっと兜を脱がそう。兜を抜かした。いや、それにしては兵が少ない。兵が少ないの。ここを落とす気はないな。嘘、落ちてるじゃんかよ。敵は何だ。落ちてないのこれでこの状態。王と王子が逃げてこんな燃えてんのに。奴らが最初から紛れ込んでいたとしたら。うん？まだ兵の中に父上とジョシュアが危ない。危ねえ。やば。さらわれちゃった。うかつだったな。あれどうした。耳鳴り、耳鳴り。うわっ、また敵。誰、やべえ怖い。ああ、ホラーだホラー。あ、いなくなった。お化けだ。したら後ろにいるとか。ええー、誰が守ってんの。守ってるやついないのか。ジョシュアしかいないの。まあ相当強いけどねこれ。あれ、あ、こいつらがやばいってことか。危ねえこいつら。お前たちは道中ジョシュアの護衛を頼む。ジョシュア乗れ。やべえな、敵なんじゃねえかこいつら。おい、やばい。父上、ん、
残念ながら殿下、それは叶いません。何？いやで、うわあ、そんな簡単にやられちゃう。うわ、上司は戦え、上司は、うわあ、ああ、やばい、上司は、お前が一番強いんだ。おい、やれ、怒りの。フェニックスを守れなかった。うん、どうなる。ああ、うわ、フェニックス、よくこんなやつ捕まえようとしに来たな。から今回の何、召喚獣はね、体と一体化すんの。ああ、フェニックスになってる、やば。フェニックスはイフリートみたいな感じになって。ああ、ああああ、味方にも被害が。もうこうなると多分ダメだ。ああ、何か王様が、うわっ、うわっ、なんだ、ライブを守ったぞこのチョコボが。いや、チョコボ死にまくりだな。アンブルシア、うわっ、うわー、もう死んじゃう、これ将軍、アンブルシア、早く、やばい、どうすればいいんだ。ジョシュア、苦しいのか。こんな時に。頭痛？俺はあいつのナイトだ。ジョシュアを守らなきゃ。何か召喚するんだ。どうすれば。シバを召喚するんだ。クライブ。ん？クライブもなんか召喚できるのか。あ。ん？何？うわ！これはイフリートじゃないのか？召喚獣だと。なぜフェニックスの他に。クライブも呼べる。うわ！ああ！燃えちゃった。フェニックスとイフリートがすげえ戦っちゃうの？もしかしてどうなるの？戦っちゃうの？すげえ。ほら、やば。そういえばちょっと一番最初デモのね、最初に戦う場面があったな。うわ、両方火なのかな。え、フェニックスと火の召喚獣、この場面ちょっと あったよな、デモで記憶があるんだから。これも QT かな。召喚獣フェニックスはこの次のアクションを行える。L で狙って、三角で攻撃し、R1 の
うん、回避。でもこれオートホーミングみたいな、回避。オートエイムみたいなの聞いてるね。回避。うわ。負けてる。全然。え、勝ってる。勝ってんのかな。フェニックスを操作してんだよね。じゃあちょっと勝ってんのかな。うわ、うわ、すげえ。まあ押してんのは、三角と R1 だけなんだけど。映像はすごい。うわー、破壊しまくりだ。さあそろそろ避けないとかな。みんな守らなきゃ。みんな守ってって考えてると攻撃を食らうぞ。クライブより圧倒的に強そうに思えるぞ。あ、減ってる、結構減ってるぞ。半分ぐらいになってる、ようやく。かなりオートエイムが効いてるな。どこだ。全然当たってないぞ。避けられなかった。結構食らってる。うわ、覚醒？すげえ。おお、覚醒するとなんかビームがいっぱい出るぞ。カメハメハ、ビッグバンアタックじゃないのこれ。うわ、危ない。最後は連射、避けなきゃダメか、これは。うわー、デスボールだ、デスボール。うわ、うほー、
天聖の炎復活した。さあ終わったな。うわー、さあもうそろそろね、プレイ時間が1時間になりますので、プレステ5はね、これ録画、まあプレステ5でやってるんですけど、まあ1時間がね、リミットになるので、ちょうどここでね切りがいいので、ここで1回、録画を止めまして、またね引き続きちょっとプレイをねしていきたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。回転でした。